官邸に入る際、記者に囲まれる江崎哲磨く沖縄、北方担当省イコール首相官邸で2017年8月7日午前8時53分、中村愛撮影、TR、江崎哲磨く沖縄、北方担当省は7日午前、北方領土問題に関し、答弁書を朗読させていただく、と述べたことについて、不用意な発言で、軽率だった、と陳謝した内閣府で記者団に語った野党からは辞任を求める声が出ているが、江崎氏は、やります。必ず、と辞任を否定した発言の真意について江崎氏は、答弁書の原稿にしっかり目を通し、チェックして、自分なりに加えるところは加え、省くところは省きながら参考にするということだ、と釈明した、国会、軽視なんて一切していない、とも述べた菅義偉官房長官から6日に電話で、十分に気をつけるように、と注意を受けたという北方領土問題について、素人、と述べたことに関しては、今まで実際携わっていなかった北方領土問題は外相、日露の経済協力は経済産業省だから、あのような表現になった、と説明した民進党の山井和則国対委員長は7日午前、役所の書いた原稿を朗読するだけなら閣僚は必要ない北方領土問題に取り組む方々にも極めて失礼だ、と記者団に語り、江崎氏を批判安倍晋三首相が、仕事人内閣、と名付けたことを挙げ、どう考えても江崎氏が仕事をしそうには思えない看板に偽りありだ、と江崎氏の交代を求めた、間野俊之、竹内望む。